久しぶりなようで久しぶりじゃないような、ずっと戦って生きてきたんで、負けた瞬間だけがずっとこう脳裏にずっとフラッシュバックするようにずっとこう出てきて、まあでも堀口教授と戦えずにね、死んだら嫌ですよね。相手のその先に堀口教授を見据えての戦いです。ある種夢のカードですよね。それぞれ得意のバックボーンがあります。前が突っ込んでいくのは佐々木ウルカ、少し引いた形の石渡り、石渡り石の長さを生かして当てていってますね。石渡りその後のリーチは警戒しているとは言ってはいました。距離が合わなかったですね。合わないから何をするっていうのが抜けちゃって、合わねえ合わねえって思っちゃって、それ分かりやすく言うとウルカ選手は何とか、はい、寝かしてグラウンドに持っていきたいんですよ。左、左バキみたいな感触あったんで、まあ、体の力も抜けたんで、まあ、効いてるなと思って、でセコンド帰ってきた時もこの時セコンドが絶対目怪我してるぞっていう、この辺の戦略の細かさもやっぱりアメリカで、はい、やっぱり細かさ、まあ、1ラウンドでもう振りまくって当たんなかったんで、何か捨てないと当たらないなっていうことで、多分左に今意識あったと思うんですよ。これでフェイクからの右、はい、で、はい、やっぱり細かさ、ところですが佐々木選手が表を向いたのでチョークではなくなりましたね。なるほど。体の力が抜けてたのがだんだん力が入ってくるようになったんで、サブミッションを狙いに切り替えました。隠れた得意技です。はい、練習ではしょっちゅうやってます。まあ、まだね、そのトップにいるやつには全然笑われてるでしょうけど何が四天王だと。別にいいよって、まあ、本当そんな感じです。それならやるよみたいな、まあそんなにいいには考えてないです。しんどい戦いだと思いますけど、自分は勝つだろうなと思ってます。